市でお集まりの皆さん、連日の報道ありがとうございます。今日はですね、雨でいろいろと来れない方もいらっしゃったり、今度コロナの感染爆発でですね、ちょっと人手が少ないんですけれども、交代交代でスピーチをしてきながら1時間ちょっと弱ですね、40分ぐらいでこの街頭宣伝を終わらそうと思います。でもう本当にいろんなことが毎日起きていて、皆さんも、ね、いろいろつい情報ついていかないところもあるかもしれないんですけれども、昨日速報でもう本当に驚きました、先週ですね、撃たれて亡くなった元首相の安倍晋三さんのですね、国葬をするという、自民党合同葬あたりかなと思っていたんですけれども、まさかの国葬をするというふうに、岸田首相が言い始めました。これもうほぼ決定ということらしいんですね。今からでも誰ちゃらちょっとこれは今国葬やるべきじゃないんじゃないのという声をね、上げていかなければならないというふうに思って、ネットでは国葬に反対しますという声がいっぱい溢れています。皆さんもテレビを見て、あんな形でひどい、かわいそうって思われたと思うんですけれども、その安倍晋三さんがですね、今まで何をしてきたのかということまで、死んだからといってチャラにできるわけにはいかないんですよ。で、やはり安倍政権というですね、長い政権下の中でたくさんの悪い法律、悪法ですね、悪い法律がこれも数の力でものすごく乱暴に通されていったり、アベノミクスというですね、これもまた私たちに一般市民にとっては本当に何にも効果のないような経済政策を長らく続けてきて、格差貧困っていうのはどんどん広がっていったんですね。安倍さんはですね、生きてた時に自分は雇用を440万人生み出したんだと言ってるんです、胸張って言ってるんですけれども、生み出したのは非正規雇用だったんです。非正規雇用をたくさんたくさん生み出したということを、雇用を増やしたって言ってるんですけれども、非正規雇用を増やして正規雇用は減ってるんですよ。こういうことをですね、言われたら困ると思ったのか、突如ですね、全く違うデータを持ち出して、今までこういうデータで、統計を測っていたのと全く違う統計を出してきて、この計算式でいけば自分のアベノミクスはうまくいってるんだというようなことを言い出したんです。つまり突如違う物差しを出してきて、この物差しで測ったら自分のやっているアベノミクスはうまくいってるだろう、こういう論調でアベノミクスうまくいっていた、雇用を生み出したと言ってたんです。このカラクリ皆さんご存知でしょうか。こういうずるいことをして自分の経済政策はうまい、経済の雨なんだと言ってきたわけですけれども、実は全く違う物差しで全く違う統計データを持ってきて、これで測ったら自分のやってることうまくいっているというようなまやかしを行ってきたんです。おかげさまで非正規雇用がものすごく増えた。その非正規雇用の方たちがじゃあどのように苦しんだのかといったら、このコロナ禍ですよ。コロナになって時短営業になって、お店が短い時間で営業するようになって、そこで、まず非正規雇用の方がクビになっていく、クビを切られていく、もう正規の雇用を守るのに必死だから非正規雇用の人から切っていく、こうやってみんな苦しめられてきた。そしてこの非正規雇用の多くは女性が占めているんです。その女性がコロナ禍で職を失って仕事ができなくなって大変困って、自死率もですね、自殺者数もコロナになって女性が圧倒的に増えているんです。男性を上回っているんですね。そして思い出してみてほしいのが、2年前の11月に渋谷の路上で野宿をしていた女性が、近所の男性に殴り殺されるということがありました。その彼女はもともとは DV 被害者で離婚して働くところがないから非正規雇用で働いていた、パートナーアルバイトをスーパーでしていたわけです。それがコロナになって首を切られて、そして
夫に殴られて離婚して非正規雇用で働いてたのに、また最後は男に殴られて亡くなったわけですよ。その時の所持金が8円だったんですね。こうやってですね、本当に女性や弱い人たちっていうのは、このようなお金持ちが大金持ちになるようなアベノミクスのせいでものすごく苦しんで亡くなったり殺されたりしてきたんです。こういうことを自業自得とか、まずは自助だ共助だと言ってきたのも菅政権です。安倍菅岸田政権が私たちの生活っていうのをずっと苦しめてきたんですね。やはりそういったことをですね、今回の事件で帳消しにすることはできないですし、強化することはやっぱりそれは全く別の問題だと思います。だから今そのような私たちにとてもつらい生活を強いてきた安倍政権の中心人物である安倍晋三さんを国葬という形でですね、何億円もかけて私たちの税金をかけて、こんなことないんじゃないのというふうに思っています。まあ、コロナ禍で亡くなった、これは老衰ですけれども、中曽根さんという元総理大臣の方も国葬ではないけれども自民党合同葬というのをやられたんですね。自民党合同葬というんだから自民党がお金を出すのかなと思うじゃないですか。しかしあのコロナ禍の第一波で超大変な時に約1億円のお金をかけて中曽根さんの自民党合同葬をやったんです。この1億円は私たちのために使ってほしかった、生きている私たちのために使ってほしかったと思うんですけれども、まあ、こういうふうにして、税金の私物化というのが行われている。今度国葬なんかになったらもっと大変なことになってしまう。ものすごいお金かかりますよ。こうやって私たちを長らく苦しめてきた人たちをこんな形で国葬して税金を使うなんてことになったら本当に大変なことになるなというふうに私は思いました。皆さん、このコロナが爆発してものすごく大変なことになっている。これからですね、もうさらに死者も増えるかもしれない。そういう時に命のために使ってほしいものをそういうふうにして一部の人たちの、ね、ためだけに使うっていうのはやっぱりいい加減やめなきゃいけないですね。まあそもそもですね、こういった政治の私物化というものも安倍政権で定着してしまったようなものなんですね。森かけ桜、サントリー問題もそうです。森友学園、加計学園、そして桜を見る会、サントリーが無料でお酒提供してた、もうこういうことも全部政治の私物化、これも全部闇の中ですよ。こういうことをですね、私たちが今まで、まあ、知らない仕方ないよねみたいな感じで許してきてしまったことを、やはり今回もう一度改めて安倍さん亡くなったということで振り返ってみて、とんでもない政治だったねと思わなければならないなというふうに思います。こういうところはやっぱり遠慮しちゃいけないと思うんです。私たちの未来のためのことですから。なので確かにね、ああいう形は本当にかわいそうな亡くなり方だと思いましたけれども、でも長らくその政権下で苦しんで亡くなった方たちがたくさんいたんだということも私たちは忘れてはいけないと思うんです。安倍晋三さんは国会で111回も国会答弁で嘘をついてきた人ですからね。その嘘のせいでどれだけの人が苦しんで、赤木さんというですね、官僚の方が自死されるということもありました。そういったこと一つ一つ考えていく、そういった中で本当に国葬にふさわしいのかということも私たちは考えなければなりません。たくさんの人たちが苦しんできた、たくさんの人たちが貧困格差広がって今もなお苦しんでいる、そういった人たちにまずは光を当てていく、そういったところからしっかりと受け皿になっていく、これが私は一番必要なんじゃないかなというふうに思います。そして参議院選挙が、先週の10日に投開票で終わりました。憲法を、ね、変えるっていうことをですね、本当にですね、自民党の皆さんはあんまり言わないできたんですけれども、選挙速報が出た途端にですね、改憲議席3分の2以上というテロップが流れました。皆さん、と思ったと思います。
そんなつもりじゃなかった物価高とかだったんじゃないの選挙の争点は。実はですね、今回の参議院選挙、本当に大事なところは今の日本国憲法をですね、もう変えることができる議席を、これをですね、改憲勢力というですね、憲法を変えたい。改憲勢力が3分の2以上いないと憲法っていうのは変えられないんですね。この3分の2以上の議席を取るか取らないか、これをですね、決める選挙だったんです。まあ、残念ながら、今、日本は憲法を変えられるだけの議席をですね、改憲したい、憲法を変えたい人たちが取ってしまったわけなんですけれども、まあ、ここから、だからといって私たちが、ああ、もう憲法を変えられるんだと、諦めることはなくて大丈夫だと思います。なぜならまだ間に合うんですね。最後はですね、私たちが国民投票といって、憲法を変えるか変えないかは、私たちが国民投票という行為によって決まるんですけれども、そういう行動をさせない、そういうことができるんです。とてもこの国民投票ができるような雰囲気じゃないなと思ったら、この国民投票までいかないので、まずは私たちが、今憲法を変えてる場合じゃないよねということを言っていかなければならないんだと思うんです。皆さんも今政治に一番何をしてほしいか、ものすごいコロナが急拡大しているこの今、一番何をしてほしいか、何してほしいですか。どうしても憲法を変えてほしいですか。憲法を変えてもらわなければコロナ対策はできない、憲法を変えてもらわなければ安全対策はできないと思いますかね。私はもう決して思いません。どうしても政府にやってほしいことは憲法を変えてほしいことじゃないんです。もっとやってほしいことありますよね。これから年金どうなるんだろう、コロナどうなってしまうんだろう、社会保障はどうなるんだろう、年金もカットされました。こういったところ、私たちが年金もらう頃、本当に年金なんてもらえるのかな、払い損じゃないのとか、まあ、そういったことは気になりますよね。税金ばっかね、取られるもんばっか、すごい取られますよね、皆さんもね。年末調整見てみてください。どうしてこんな働いて頑張ってるのに、どうしてこんな税金取られるのと。そういった税金が、国葬とか、あとはたまた、防衛費と言われるものに、ものすごいお金をつぎ込まれる。そうなったらやっぱ嫌ですよね。もう選挙終わっちゃったんで、意思表示する場所はなくなったかもと思われるかもしれませんが、やはり皆さんの中でこんなに頑張ってね、働いて給料明細見てこんな税金取られるんだと思ったならば、やはり私たちのお金をですね、有効に使ってほしいという声を一緒に上げていく。こうやって街頭宣伝やデモをしなくてもいいから、周りの人、自分の家族や友達やパートナーにそういった話をしてみるとか、まあ、こういう一つ一つの積み重ねが、やはり社会を変えていくんじゃないかなというふうに思っています。ぜひですね、自分の身近な人に話してみてほしいんです。このまま日本は年内にも軍事費、まあ、戦争ができるお金ですね、まあ、戦闘機を買ったり、いろんな戦車とかね、そういったものを再軍備っていうか、たくさん買ったりする。そういったものにお金をなんと12兆円近くもつぎ込もうとしているんです。ものすごい額なんですね、この12兆円っていうのが。今の防衛費の倍ぐらいのお金をですね、つぎ込もうとしています。じゃあ財源はどこから出てくるのかといったら、私たちの社会福祉、それからの年金とかね、教育とか、そういったところから削って削って削って軍事費に回そうということが、今年の年内中にも取りまとめられようとしています。私たちはそれに反対しています。今署名を行っています。今憲法を変えるべきではないんだ。ぜひ皆さんも心の中で思っているだけじゃなくて、足を止めて署名ぜひやっていただきたいと思います。今どうしても政府にやってもらいたいことは、憲法を変えることじゃなくて、もっと命と暮らし、そういったところに使ってよっていう、そういったことをですね、訴えるための署名を行っています。今ウクライナの情勢でも、本当にですね、戦争っていうのは一回始まったら止まらないんだなというふうに思っています。戦争が始まったら戦争反対なんてとてもじゃないけれども言えないような雰囲気になるんだなということも、このウクライナ
思いました。日本の憲法9条は戦争しちゃいけないと決めた憲法9条はたくさんの加害と犠牲の中からもう私たちは二度と加害にも被害にも合わないそういう国にしましょうよといったもう本当に大事なものなんですよ、まあ、これを今、変えていこうという動きがですね自公そして維新そういった中で出てきています。私たちはアジア諸国の大勢の方たちを殺したり強制連行してきたりしてきたこの反省とまた来月にも皆さんいろいろテレビでねご覧になると思いますけれども広島長崎ここでも一瞬にして何十万人もの命がね消えてなくなったわけです。こういうことを繰り返さないためにもこの憲法というのはこれからもですね引き続きずっと持ち続けていかなければならないここで途切れさせてはいけないと思います。ぜひ憲法9条や戦争してはいけないと誓った憲法を変えてはいけない今変える必要はないそういった署名を集めていますのでご協力よろしくお願いいたします。それではですね今日はスピーチをちょっといろいろ交代しながら、今日の街頭宣伝進めていこうと思います。こんばんは。今日のトラストのコロナの感染したのってどのくらいあったか皆さんご存じですか。もう携帯で見ましたよね。2万人近いんですよ。19,770。2万人です。ものすごい。先週の倍以上です。しかしおかしいと思いませんか。この3年間ぐらいコロナの話をずっと政治家はやってきました。最近このコロナの問題はほとんど大きな問題にならないんですね。東京で2万人近く感染者が出ていて例えば東京都知事さん小池さん何やってるんでしょうかね。何かこのコロナに対して小池さんが対策を打ってるというお話聞いたことありませんか。絶対ないんです。やってないんです。じゃあ岸田さんの政権がこの全国で蔓延しているコロナに対して何か対策を打ってるこれも打ってない。そしてテレビでは今度は第7波になったとか大変だとかお医者さんのそういう話が出てくるんですけれどもそれに対して政府や公共とか何をするか全く動いてない。すごく不思議に思いませんか。つい半年前、つい1年前ぐらいはこんな状況になったら大騒ぎでしたよ。自衛隊の病院作ってみたりあれワクチンをやれって騒いでみたり PCR 検査やろうとしてみたりいろんな大騒ぎしてたのにピタッと騒ぎが止まったんですね。これ不思議だと思ってね。どうして不思議なの。こういうことが起きてるの明らかにおかしいんです。多くの人が病気になっているのに1日に東京で2万人も病気になっているのに政府も東京とも何もしないで放置しておく大変な事態だと思いますね。これは本当にこの何年間かで最高に悪いことです。私は大事なことだと思います。理由は気をつけずですね経済界からこの生かすようなコロナの対策をきちんとやろうとすると経済の調子がおかしくなって日本の経済がガタガタになるから、だからコロナに対して特別の対策を取らないんだ。これが一番の理由なんだろうと思います。しかしそういうことが本当にいいんですか。人の命がかかっているこれだけの病気が蔓延しているそのことに経済対策で経済が回らないからこれに対して特別の対策を打たれます。私は話で違うんだと思います。コロナの対策は対策できちんとやる経済が回らないんだったら回すためにどういうふうにするか。例えば多くの中小零細の商店や企業に対して何をやりましたよね。いろいろ手当てをするこれらの人が営業をするとか
が100万人に食べていけるこういう状態を見過ごしていく。それを経済とコロナという病気の体をごっちゃにして、経済が大変だからコロナに手を抜かない。これはもう政治ではないと思うんです。政治なんだけど、こんなことだったら政治は考えられますね。今こういう不思議なことが起きています。不思議なことはまだまだあります。いや、石山さんが言いましたけれども、この前アメリカが殺された、このことでお葬式をもうすでにやったんですね。認知とそれから近親者のお葬式というのはすでに終わったんです。ところが今政府がやろうとしたのは国葬をやる、国が主催するお葬式をやろうという、そういう話をこのところ何日も新聞で連日のように書いてある。国葬というのは戦後やらないことになったのは戦前の戦後政府の国式のもとで、そういう各の国のリーダーたちを称えるようなことをやってきた戦前の政権から、日本は国葬という国葬法という法律があったんですけれども、この法律を廃止したんです。だから普通に考えて国葬はやれないんですね。戦争直後の吉田さんだけが国葬をやる、その後は有名な人たちが亡くなっても国葬というのはやってないんです。この前の私の役所さんだって国葬なんてやってない。あれは自民党法ですよね。自民党のリーダーだったら自民党が自分たちのリーダーの亡くなった人を死んで自民党法という、自民党が主催するお葬式をやったんです。ところが今度の安倍さんに対しては法律にもないのに、法律はわざわざ廃止をしたのに国葬というものをやる。それもどこが決めるか、別に国会が決めるわけじゃないのに、岸田さんの内閣が、岸田さんと岸田さんの大臣たちが集まって国葬をやるということを決めるわけです。たくさんの方です。今毎日ネットの世界ではこれがこの問題を使っても難しいんじゃないか、どうして安倍さんだけ国葬をやるんだ、ホテルニューオータニで桜を見迎えとか、ああいうことでやってきた、ニューオータニででもやればいいんじゃないの、わざわざ武道館でやる必要ないでしょう。そして自民党の党で自民党の党首としてやればいいんでしょう。国の党首として膨大な莫大な何億使うんですか、まだ分かりません、発表されてません、もしかしたら何十億も使うかもしれない。こういうお金を取れるときに国葬をやる、これはおかしいことだと思うんです。そして何を葬式をやるからおかしいという話だけではない。安倍さんが亡くなったこと、安倍さんが殺されたこと、これは悲しいことだし、良くない、人を殺すなんて絶対に許せない、どんな意見が違っても、それをどんな人の目に遭っても、安倍さんに復讐で殺すのでも本件次第で悩んでるから、ありえないことだ。あの青年は随分お母さんの問題で非常に発達してるのか、もう報道されてますけれども、それだからといって、あれをするのは絶対に許せないと思うんです。しかし安倍さんが亡くなったからといって、安倍さんがこの場にやってきたたくさんの政治、めちゃくちゃの政治をたくさんやってきたわけですけどね、それがチャラになるわけではないんです。なんとなく人が亡くなると、それまでやった悪いことも指摘をしない、みんな偉い人だった偉い人だったというのが信じられて存在するべきだみたいな、そういう一部にはあるんですけど、これは難しいことですよ。やっぱり悪いことをやったというのは死んでもこれは残るわけです。この責任はみんなが追及していかなきゃいけない。どういう悪いことをやったか、最も発言事件の問題では国会で110何回118回ですよね。とにかく安倍さんが答弁で嘘をついてるんです。どんな総理大臣いないんですよ。
108回というのは今回の2倍の工数が数えたやつで、別に新聞記者が数えたのもない、私たちが数えたのもない。正式に国会が安倍さんの国会で何回も通っていたかというのを数えて110回だった。どんな状態でないの。そしてこういうことの結果、財務省の大臣が自殺をせざるを得なかったし、本当に赤字大臣がかわいそうですよね。上からの命令で、安倍さんの実質がの実質の命令で文書を書き換えて、そして証拠が残らないようにし、そういうことをやったわけですよね。ですから私たちは安倍さんが亡くなった、殺されたからといって安倍さんがやってきたこの悪い事実に対して批判をすることをやっちゃいけないような、そういう風潮は絶対間違っていると思うの。どうして間違っているかというと、また同じことをやるやつが出てくるということです。これを許してしまったら、また国の内閣総理大臣とか次のいろんな閣僚とか、そういう人たちは次々に悪いことをやりかねない。こういうことは許さない、こういうことは許さないということを、この際はっきり言っておく必要が私はあると思います。安倍さんが亡くなったからといって、この責任を追及しないというのは間違っていることだと思います。そしてもう一つ大きな問題があると思います。この青年が安倍さんを殺した理由に、自分のお母さんが宗教団体に1億円からの金を巻き上げられた、それをもう若い時から見ていて悔しくてしょうがなくて、いつか復讐してやろうと思ってたというんですね。安倍さんとこの宗教団体、統一教会というんですけど、この統一教会と安倍さんの結婚というのは有名な話なんです。新聞はテレビは安倍さんと統一教会の関係が疑われている人という断定をしないんです。疑われてるんじゃないんです、はっきりしてるんです。安倍さんと安倍さんのおじいさんの下野助、もともと下野助さんが統一教会を認めているんです。そして統一教会はどうしてこういう安倍さんの政党とか自民党と結びついてきたかというと、選挙なんですね。選挙で統一教会の若い会員たちを街の中で誘って統一教会の会員にしたこと、若い人たちを選挙の応援に引き込むんです。選挙のスタッフに引き込むんです。だから自民党と統一教会というのは持ちつ持たれつで切り離せないんです。今日も岩手県の加藤さんという県知事、この県知事、全員の県知事が実は岩手県の自民党と統一教会は非常に密接に結びついていて、選挙でもいろんなところで結びついている。県知事が自分の政治全面だけで言うわけですから、そこのわけはあるんです。この統一教会と安倍さんと結びついているのもやっぱり明らかになるわけですから、皆さん覚えてますかね。霊感商法というそういうもの、安っぽい希望を売って回ったり、安っぽい着物を売って回ったりして、ものすごい高い値段を売るんですよね。数百円の日本を数千円で売ったり、安っぽい希望を何千万円という値段で売ったり、こういう霊感商法のことをやって、この統一教会という衛生宗教団体の資金を作る。そしてこの資金を組織の拡大に、それは政治のために受け込んでいく。安倍さんは巻き込みをしたけれども、このことについても大きな責任があります。実は今度の参議院選挙でも、この統一教会の若者たちを自分の選挙運動員として、何十人も自分の陣営に入れて、そして応援してきた自民党の国会議員いっぱいいる。今だけの方が使いますので、私たちはこれは無理に使うことになる。はっきり言ってなきゃいけないと
ちがめちゃくちゃになってこういうことをもう世界の大事にするのがあなたは気づかないこういう中で安倍さんが殺されたということを私たちは忘れるわけにされる人を殺して不信するようなこうした動きは絶対に許せないだからもう絶対に許せないような声を大きくしていくと同時にどうしてこのやっぱりこのトロトロとした山さんという青年の自分のお母さんの金銭は1億円も統一教会に巻き上げられてこの統一教会の集会にそのメッセージを送ったり月経をしたりして参加している安倍さんあれは安倍さんの一線の父のぶつけさん本当にあれは裏側に伝わっているのです月経が続くのを殺してたくさんのことを言ってもこんなに変わるんだよ決まったもんじゃないんですけれどもその青年は今日も狙いの勝ち方で今日こそ非常に立派な日に安倍さんに復讐を作ったこういう時であの2人に伝えたことだと思うんですだからこの問題も単に安倍さんはかわいそうだったなということで終わるわけにはいきませんまして国葬なんかやったら恥ですよそういう人を日本では僕の名前を持って皇室をやっている人になったら本当に恥ですこういうことを許してはいけないと思うんですでもっと深く言いたいと思うんですいろんなことがあるんですけれども石田さんとなったとも支持率があんまり変わらないとどうしてかって話して 50% くらいの支持率があると言われてどうしてかって結論から言うと石田さんは何にもやってないんです何にもやってないからこんなに結果を目立たない本当は政治家にもたくさん仕事をしたのですけれども石田さんは何にもやってないこういうところからまあ石田さんは安倍さんや若者に比べれば足なんてやらないの伊勢さんにやってたら何か日本の政治を転がってくるんじゃないのこういうことで石田さんに早く勝ちの方法というそういう世論になっているというのはいろんな無理やの分析だと思います私もこれはあると思いますね伊勢さんがこの国会大臣になってから半年以上経ちますけれどもあの人が何でたくさん思い浮かばないのそして忘れないことだとは思うんです国民大事なコロナ対策あるいは経済対策こういうものに対して何もやってないそして今の時代に落ちてる安全保障ではわざわざ労働者の自宅で来て夏を閉じる労働者の人間の支持率を分布するこういう立場だと日本は健康休校を進んでいますが健康に反対にとっても今の若い人たちの世代はよく健康を知らない子どもたちというふうに言われますけどもこんなことないですよね毎日テレビで健康に語られてるじゃないですか健康ってあるんですよ人事に人が頭の下でいっぱい転がりそして選手がバンバン対抗をしろけという人体を動きしていまいするねお互いの人が人を殺し合うこういう人を私たちは危険と思います直接は体験をしていないと思うでもたくさんの国境を私たちは今見ていますから若い人たちに対して今の若い人は戦争を使っていたのかというのは本当に人を馬鹿にした話なんだと思いますこのウクライナの人に対しては一日も早くに話させなければなりません全世界の人たちと協力をしてロシアはウクライナの人を知らせていたんだろうこういう声を努力してなんとかウクライナの人たちと分かるものを捨てていかなきゃいけないでも言うと言ったらウクライナの人が分かるだけではなくて攻めていったロシアの経済に届かなかった結局繰り返しになった人たち貧しい人たちそういう人たちがたくさん残されているこの時代で
ていろいろなお話をいただきましたけれども、まあ、本当に今それやってる場合じゃないですよね。あの自民党の方たちっていうのは本当に私も今回もろくでもない人たちが多いなっていうふうに思ったんですけれども、あのこれからあのいろんなことが多分これから起きてくると思います。例えば防衛費と言われるいわゆる軍事費がですね、今よりももっと倍額にしようとしたりとか、そういった動きが出てくると思います。今使うべきお金はここじゃないでしょうと思うんですけれども、どうして私たちの暮らしのために私たちは税金を使わないで、そういった軍事費とかそういうところに使うのか、新聞関係の使い方するのか、交通キャンペーンとかね、コロナの時にやったりとか、もう意味が分かんないことばっかりしてる、本当に理解不能なんですけども、でも全部つながってるのはやはり そういったですね、大企業のために動いているということなんです。例えば軍事産業、三菱とか川崎重工とか、そういったところにお金をたくさん儲けさせるために、戦争がするような武器をですね、たくさんたくさん作って、日本では使えないから輸出をするようなことをしているんですね。日本は戦争しちゃいけない国なのにもかかわらず、武器日本一っていうのをやってるんですよ。幕張メッセでやってるんですよ。こうやってほら、この武器いいでしょ、これだけの人を殺せるよ、殺傷能力はこんだけあるよ、こういうことをですね、宣伝して武器を輸出しているのは日本なんです。メイドインジャパンの武器でたくさんの人を世界で殺そうとしちゃってるわけですね。こういうことを進めてきた安倍さんがですね、撃たれて亡くなるというのは大変悲劇だなと思うんですけれども、肉的なものですね。でもたくさん人を殺すような武器を輸出しようとするような国を作ってきたのは安倍政権なんですね。こういうことで儲けるのがやはり一部のそういった進めた政治家たちがお金を儲けるわけです。三菱重工とか川崎重工とか、そういったところでお金をいっぱいもらう。また今回の GoTo キャンペーンも、大きな大企業や旅行会社、そういったところはこの GoTo キャンペーンやってもらったおかげでたくさん儲かったりするんです。本当ならば私たちの命のために、命を救うためにやらなければならないということが、それは違う方向に行ってしまっているんですね。そういうことも私たちは、私たちのためじゃなくて、経済のためじゃなくて、自分たちの利益のためにやってるんだということにやっぱり気づかないといけないなというふうに思います。そのうちの一つが、先ほどにも話があったように、今ものすごい話題になっている統一教会という新興宗教、今は名前が変わってるみたいですけれども、統一教会で壺を売ったりとか、そういうふうにしてお金を巻き上げる、これも一つは人の弱みにつけ込むということなんです。宗教や思想心情の自由ってのはあります。宗教いろんな感じで入ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、それは私自由だと思うんです。ただ人の弱みにつけ込んで、これを買ったらあなたの生活がね、もっと楽になるよ、あなたの病気これ買ったら良くなるよっていうのは、これは宗教じゃなくて詐欺ですから、本当に皆さん気をつけてください。これを買ったら良くなるんじゃないかな、占い好きの日本人は本当にそういうところに騙されやすい。私障害施設で勤めていましたけれども、施設で働いていた時に、うちの障害施設に利用される方のほとんどの親御さんは宗教に入ってました。それも信仰宗教に入ってました。あなたのね、お子さん病院に行ってきちんと薬を処方されてしてください、夜眠れないんだったら民間をもらうとかしてください、そう言ってるにもかかわらず、うちの子には水飲ませてるから大丈夫なんです、うちには壺があるから大丈夫なんです、そう言って正しい医療を受けないまま本当に苦しんでる方が大勢いました。自分の家に障害を持った子が生まれる、困った、どうしよう、こういう弱みにまんまとつけ込むのが、こういう統一教会とかそういう新興宗教の悪いところなんです。そのバックアップしてお金をつぎ込んでいたのが安倍政権だったり、長らく続く自民党政権だったんですね。だからその新興宗教で苦しんだ家族が恨むのもやっぱり当然だと思います。そういう社会を作ってきてしまったんじゃないかなというふうに思うんです。だから今右傾化とか言われますけど、右傾化じゃなくてカルト化だったんです。分かりやすくて、なんだかこれに頼ったら自分が解決できるんじゃないかな、そういうものっていうのは本当にとても危ないものなので、これを買ったら良くなるとか、これを買ったら
て、そしてそういったことに加担してきたのが自公政権なんだなということも考えていただきたいと思います。でははっきり言わせてもらうと、公明党なんて創価学会の方が母体ですよね。いいのかねと私は思うんですけれども、一緒に連立政権組んでる自民党がそういう危うい新興宗教にね傾倒してて、それでいいのかねと私は思うんですけど、皆さんどうですかね。そういうですね、言葉は悪いですけど、節操のないような政治をしてきたんです。いろんな政権取ったり、自分たちが利益を持つためにどんなことでもやってきたんです。そういう政治でいいのって私たちはこの事件、安倍さん殺された事件で思わなきゃいけないんです。政治家がいっぱい献金受けてお金持ちじゃなきゃ政治を動かせないなんてやっぱりおかしいじゃないですか。お金のない人たちのためにやるのが本当の政治家だと思うんですね。だからもう政治に戻していかなきゃいけない。カルト思考の政治から私たちはもう正常な政治に戻していくために、もう少し頭の転換っていうのをしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。そしてもう一つ変わらなきゃいけないことは、やはり女性差別問題ですね。桜田さんっていうですね、もう本当に失言大臣のような方がまたこの前も失言したんです。今結婚したりとかする人が少ないのは女が寛大じゃないからだと、女が寛大にならないから男の未婚率が増えてるんだっていうんです。超失礼ですよね。もうこれ許されてるだけですごい寛大な国だな日本はと思います。桜田さんがどれだけ寛大な心であの人まだ国会議員になってると思うんですか。あの人昔なんかの大臣だった時に USB 分からなかった人だったんですよ。それで USB 知らないんですかっていう国会討論の時に、彼は胸を張って、私はもう何十年もそういう仕事を秘書にやらせてますっていう答弁をした人ですよ。 USB 何だか知りませんかっていう問いに、そういうのは私は秘書にやらせてるんですよと、トンチンカンな答弁をするような方です。これを許して国会議員やらせてあげてるだけでも、もう本当に寛大な国だなと思うのに、さらにですね、離婚率が多いのは、男性が結婚できないのは女性が寛大じゃないからだなんておじさんに言われるなんて本当に終わってるな日本と思いました。そういうのがこう数字で表れていて、161ジェンダーギャップ指数、161最下位ですね。日本は先進国の中でも最下位なんです。男女差別、女性差別がもうまだまだある。こういったことに私たちが向き合って変わっていくという努力をしなければ、世界の我々もんです。いつまでそんなね、新興宗教のカルト化して、そして女性を差別するのかと、そういう国にはもう行きたくないと言って留学生もきっと減ってしまう。そうなると日本に来るはずだったとても素晴らしい人たちが海外から来なくなって、日本はもうどんどん悪い方向に行ってってしまう。もう見捨てられてしまいますよ。だから私たちが今変わんなきゃいけない。女性差別しちゃいけないとかね、人の弱みにつけ込んで商売しちゃいけないとか、まあ、当たり前のことですけれども、こういったところからもう一度見つめ直して、主権者意識といって自分たち一人一人の行動が未来につながっていくんだということを自分たちも考え直さなければならない時に来ているんじゃないかなと思います。今ここで踏みとどまんなかったら、もう日本は本当に世界中から笑われ者の見捨てられるような島と化してしまうと思いますので、皆さんと一緒にこれからの未来のことを考えていくためには、政治の腐敗というのをここでしっかりと見極めなければならない。感情に流されず、きちんと事実を見て、あ、こんなカルト国家になってしまったんだなということもですね、考えなきゃいけない。カルト国家もうやめましょうよ。そういうですね、霊感商法とかするようなところに頼るような政治家はやっぱりいらないよということも突きつけていかなければならないんじゃないかなということをですね、今回の参議院選挙と安倍さんの殺害事件でつくづく思いました。長い戦いになると思いますけれども、一緒にね、皆さんの声を上げたり、社会に対しておかしいなってことはですね、おかしいよねって周りで言えるような雰囲気を作れるような社会にしていきたいなと思います。それではですね、今日の外交宣伝はこれで終わっていこうと思います。雨の中お疲れ様でした。ありがとうございました。